はい、ひょばねです。6年2組、ゾンビ飼育委員会、始めていきたいと思いますよ。はい。あ、そう、どうも。右クリックでセブラー、ありがとうございます。はい。はい。このゲームにグロテスクな表現、無力描写、心霊現象等が含まれます。苦手な方は注意です。はい。ゾンビか。どういうことなんだろうね。ゾンビ委員会。ちょっと、面白系の匂いがするんだけど。誰？ねえ、休んでた。くんって、実は行方不明らしいよ。ほんと？ママが電話、女の子っぽい。ママが電話で話してるの聞いちゃったんだ。もう3日も帰ってないって。うわ、それってまさか。たたりなんじゃないかって。クラスのみんな、たたりって、まさかあれ？ゾンビのたたり？日本系なのか、そうじゃないのか。そんな話を聞いていたのが数ヶ月前のことだったなんて嘘みたいだった。僕たちは今教室にいた。それだけだったら、まあなんてことないのだけど。問題は今日は休日で、どんよりと曇った空の下、僕たちは閉じ込められているということだった。ほう、急にいきなり。展開はね、いつもは片手で簡単に開く教室のボルドアが今はびくともしない。僕たちの中で一番力持ちで体育委員もやっている斉藤浩二がタックルしてみても、ドアに簡単に跳ね返されてしまった。彼の巨体でも開かないとは。絶望感がみんなを襲う。これ誰？ザクシャ、守ってくんだ。そうなったのは、尻餅をついたままの声、あ、これが講師か。ドアにぶつけた拍子に気づいた中、頬からは血が少し滴りをしている。激しいね。あ、まあ、いや、家に帰りたい。僕たちの中で唯一女の子の、キバユイが泣き叫ぶ。キバかな？いつも落ちたゴミを根気よく拾っている、清掃委員。なんだ、この委員とかは。いつもはうてなしい女の子なのに、キンキンと響く声が僕の頭をさらに混乱させる。はい。なんだ？イワクリ坊主みたいなのが来たぞ。何も喋らないで小さく丸まっているのは、久本翔吾。小柄な体がいつにも増して小さく見える。彼はキラリと光るベレータを見つけて記事を書く新聞委員。今、チラリと見たのは、死んだ魚のように濁っていた。じどっと湿った空の、死の空間。教室にはそんな表現がぴったりだった。わ、写真だ、実写。このままみんな死んでしまうのかな。それでもいいかもしれないと考えが一瞬頭をよぎる。僕は生きていたって。もうどうしようもない。けれどその時僕の大好きな先生との約束を思い出した。先生、たとえ友達が死んだとしても、君は決して自分の命を無駄にしないでくれ。それは今の僕には逆らえない約束だった。僕は生きなきゃいけない。少なくとも今はまだ。わあ、テンポいいな、これ。すごいな。そんなことを考えていると、透き通るような声が聞こえた。誰だ？みんな、慌てるのはやめよう。犯人の思うつぼだよ。クラスの委員長の桜井修也だ。修也はこんな状態でも、いつもの自信を崩さず、ハキハキと喋った。ほら、夫人も立って、立った。そったらますます落ち込んでくるよ。昼夜いいやつそう、いいやつでよさそう。昼夜に言われてのっそりと立ち上がる僕。藤井レオかなが、僕。昨日まではのんびりと金魚に餌をやっていた飼育員だけど、今は金魚に餌をやる元気さえ出てこない。何より自分たちのご飯だってしばらく食べられないのかもしれないんだから。みんなが立ち上がったのを確認して、周囲はうなずいた。じゃあ、一回状況を整理しておこう。まるで少年探偵だ。少年探偵みたいな口調で、周囲は話す。僕たちは学校でイベントがあるからって、祝日の今日に呼び出され、そして教室に閉じ込められた。わ、ご丁寧な解説。これはいいよね。ええ。まあ、閉じ込められてから、3時間は経つわ。
泣き止んだユイがうなつく。これ誰？誰だ？閉じ込められたというのを具体的に言うと、ボネが塞がれている。ドアが開かない。ゲータマントネがない。ぐらいでいいかな。あ、こいつもどう読んでたか忘れた。ああ、俺のところにもビクともしないんだ、しないんだ。変だぜ、このドア。変だぜ。クロシもなんすく。窓は頑丈な板で打ち付けられていた。うわぁ、からさまやな。わずかな隙間から頭を外に出して覗けるけど、とても脱出はできそうにない。何よりここは3階だ。ドアはさっきも言ったように講師のタックルでも開かない。理由は不明。携帯はよくわからなかった。僕は買ってもらってないんだけど、持っている周囲やゆいは口を揃えて繋がらないと言った。要はそんなに連絡は取れないというわけだ。そう。そしてこのイベントは、夜まであるって言われたから。それまでは、僕たちが取り組められていることを気づく人もいない。いや、再び泣き出しそうになる理由を周囲が眺める。いや、ごめんごめん。言い方が悪かったよ。僕はこう言おうとしたんだ。逆に考えれば、夜になったら親が探しに来てくれる。僕たちが学校に行ったことが分かってるんだから、当然だよね。つまり、僕たちが悩むことなんてない。やることはただ一つ。夜まで待てばいいのさ。周囲のするとこにみんなとりあえず落ち着きを取り戻したようで、思い思いの場所で夜を待とうとしていた。気楽かよ。とはいえ、なんとなく開かないドアに不気味さを感じているらしく、みんな窓際に寄っていた。僕もそうしようとしたんだけど、顔を上げるとドア近くに立った周囲止めがあった。手を振り、こっちへ来いという仕草をしている。なんだよ。いやー、みんな落ち着かせるためには甘い敵ださ。ぶっちゃけ、かなりやばいわ。かなりやばいわ。もうめっちゃやばい。めっさめ、こっさめ。僕たちが閉じ込められていることはもちろん理由があるだろうし、ランニングいるまでじーっと待ってくれるなんて考えられない。身の正義目的の集団で、誘拐だったりすると、まだマシなんだけど。それ以外の目的って僕の心がゾワリと動く。レオも覚えてるだろ？この前で立ちた、伏見太郎のこと。うん。また、奇怪な名前が。何が言いたいのさ。でも、もう聞かなくても僕には分かっていた。太郎、いつも汚らわしい格好をしてとても臭かった。汚らしいか。だからクラスのみんなにゾンビとあだ名をつけられていじめられていた。そしてここに集まったメンバーはというと、これさ、太郎をいじめたって噂のあるやつばっかりだよな。ぽつりと周囲がつぶやく。そうかな。僕にはそう聞かすことしかできなかった。ああ、ごめん。正確に言うと、ちょっと違って、レオ以外のメンバーに太郎をいじめたっていう噂がある、だった。はあ。もう、僕はいじめてない。僕の大好きな先生が言っていたのだ。いじめを見て見ぬふりはするなと。だから僕は見なかった。太郎なんて人間が最初からいなかったかのように生活した。だってそうすればいじめなくて済むから。はあ、なんだそれ。見て見ぬふりはしなくて済むから。でもで、とは聞いてる。ああ、ああ。でもさ、なんでそれを僕に話すの。正直、僕と周囲は特別仲がいいわけでもない。だからさ、レオだけがいじめの噂がないっていうのは、何か特別な意味があると思うんだよ。お前が、リーダーだな、いじめの。そしてこれが太郎の関係者の復讐だとしたら、レオだけは傷つけられない気がする。ん？え？あ、いや、それは、まあそうかもしれない。そうだったら嬉しい。そんな複雑な表情をしている僕に、周囲はとんでもないことを言い出した。それで相談なんだけど、ちょっと廊下に出てきてみるよ。はぁ？実はドアが開かないって言っていたけど、今触ったらグラグラ動くんだよ。
ほらと言って、昼夜がドアに手をかける。くぐくっとドアが開きかけるのが分かった。だからレオ、ちょっと廊下の様子を確認してきてほしいんだ。こいつよ、前人にやらせやがってや。やだよ。そんな話を聞かされた後に、何が待っているか分からない廊下に出ていく気になってなれない。そんなこと言わずにさ、ほら、院長命令だぞ。まあ、こういう時に院長、院長がなんだよ。別に、同じ人間だろう。騒ぎ出した僕たちに気づいて、コウシ、ユイ、ショウゴもこちらを見る。それに気づいたシュウイがひときわ大きく声を上げた。みんな、いい知らせだよ。ドアが開くようになってた。それで、念のためになんだけど、レイが様子を見に行ってくれるらしくて、いや、僕は止めたんだけどさ、夜まで待ってればいいし、剣もない。でも、レオがどうしてもって。こいつ、性格が悪い。そう言うと、周囲はにやりと笑った。みんなの期待のこもった目が僕に注がれる。ズバッと断ることは僕にはできなかった。じゃあ、頑張って。周囲はドアの正面に立つと、掛け声とともに、扉を開いた。そして、僕の方に向かってもう一度にやりと。笑。なかった。シュッという風を切る音が聞こえたかと思うと、笑みを浮かべた周囲の顔はどこかに消えていた。え？代わりに、赤い水を噴き出した塊が、ゆっくりとドアを挟んで廊下へと倒れていった。塊からは、赤い水がどんどん噴き出して、僕の足元まで届いた。空気が、壊れた。さんのエッチ入院の悲鳴が教室中に響き渡った。コウジとショウコは目を見開いて静止している。そして僕はというと、廊下の先に薄ぼんやりと見えるシュウヤの顔を見て意識が遠のきかけていた。そのままだったら僕は確実に赤い水の中に顔から突っ込んでいたと思う。そうならなかったのは本当によかった。僕の意識を現実に引き戻したのは、突然教室のスピーカーから流れ出した校内放送だった。あら、ただごとじゃないわ、これは。誰？皆さん、こんにちは。男とも女ともわからない声は、丁寧に挨拶してきた。あまりの状況に混乱した僕たちは、ユイも含めてだらだら放送に気に入っていた。皆さんにはね、この社員をしてもらいます。挨拶一つできないなんて、チグルの子供は恐ろしい。君たちがね、ここにね、集められた理由はね、はっきり言ってしまうと復讐です。まあ最高。みんながあたりをキョロキョロと見渡す。おやおや、これも思いがないと言い合えるのかな。近くの子供はやはり恐ろしい。自分たちがしてきたちょっとやめた。喉の負担が危ない。自分たちがしてきたことさえないことにしてしまえるんだから。でもこれを見てもそう言えるかな。 Why？ まあ昔のテレビだ。その言葉と同時に教室に備え付けのテレビの画面が点滅する。それはやがてある教室の風景を映し出した。どうやら僕たちがいるのと同じ教室だし、窓も板で塞がれている。ただ一つ違うのは部屋の中心だった。もともと椅子や机があった場所に一つの動物の檻のようなものが置かれていた。ライオンや虎が入ってしまうような大きな檻だった。じっと見つめていると中にいる影がもそりと動く。さあ、この子をよくご覧。見覚えがあるだろう。いや、ないとは言わせない。まさか？もう一度目を凝らして画面を見つめる。横に転がっている周囲の体が気になって集中できなかったけど、死ぬ気で人影を見続けた。そして、画面の中でもともと動く物体が誰なのか、やっと分かった。ゾンビ？コウジがぽつりとつぶやく。それは伏見太郎のあだ名。でもそれだけの意味じゃなかった。僕たちが見ていたのはただの伏見太郎じゃなく、
って、ゾンビになった太郎だった。わあ、檻に閉じ込められていた太郎は、普段の汚らしい格好どころじゃなくて、もう人間の服さえ着ていなかった。リアル。ドロドロに、ドロドロに溶けた皮膚が地面に滴り落ちていて、皮膚がなくなった頭からは、骨、そしてその中の脳みそまで見えていた。ユイはあまりの出来事に今度は叫び声も出せないようだった。僕も同じだ。とても子供の顔には見えないです。僕も同じだ。頭がジーンと麻痺したみたいに、全然考えがまとまらない。現実とは思えない。廊下の奥で笑う周囲の生首さえも、遊園地のアトラクションみたいに思えた。そう。みんながゾンビと呼んでいじめていた伏見太郎だ。今や正真正銘立派なゾンビになって、みんなのことを見返してやろうとうずうずしているそうだよ。いやー、まさかこんなことができるとはね。私も最初は半信半疑だったよ。死を復活させる薬が現実にあるなんて。ね。みんなの体がビクンと跳ね上がる。それをどこかで見ているか、見ているのか満足言えな声が言う。さて、まずは藤井レオ君。え？僕？なんで僕は最初に？頭の中がぐるぐると混乱する。声は続ける。レオ君は、確か飼育員だったよね。だったら生き物の扱いには慣れているね。え？は、まあ。突然の質問に、ますます混乱する。よしよし。実は、太郎はもう生き物じゃないんだけど、世話は必要なんだ。それを君に任せたいと思う。え？早速、そうだ。おやつらへ向きに餌があるから、それを太郎のところまで運んであげてくれないかな。餌、何のこと？ほら、君の横に転がっているじゃないか。シュウヤ君の体と、あと廊下に落ちてる首だね。さ、新鮮なうちに運んで運んで。みんなが僕を見ている。でも僕は動けなかった。頭が真っ白になって何も考えられなかった。ゾンビ？シュウヤが死んで、餌になる？何もかもが全然リアルじゃなくて、みんなで僕をからかっているんじゃないかと思う。そう思ってみんなの目を見る。みんなの目は、これ以上ないほど恐怖に溢れていて、とてもじゃないけど嘘をついているとは考えられなかった。そりゃそうだよな。怖いよな。ぐずぐずとしている僕を見て、声が少し尖った。運ぶための台車は、廊下側のドア近くに立てかけてやる。あとどこへ行くか、どこへ行くかは私が指示を出すよ。それでも、僕は動かない。動けない。声がキリキリと鋭くなり、そして、ぽつりとつぶやいた。それとも、君が餌になるかい？僕は廊下に飛び出した。僕の大好きな先生が言っていた。どんなに辛くても、まずは自分が生きることを考えなさいと。はあ、いうこと言うよ。途中で周囲の体から流れる血を踏んで、びちゃびちゃと、びちゃりと嫌な音がする。でも、もうそんなことを気にしてはいられない。だって、これからこの体を、太郎のところまで運ばなくちゃいけないんだから。終わった。廊下に立てかけられた古い台車を確認してから、僕はようやく左右の様子を確認した。いつもなら階段の方まで見える廊下、今は火を防ぐためのシャッターが降りていて、途中までしか見えなかった。多分。いや、絶対にシャッターは開かない。もし開いたとしても、死んだ周囲の姿を見た僕には、シャッターを越えて先に行く勇気はなかった。僕の出てきた部屋はいつもの自分の教室、6-2、その左右の6-1、6-3、が今僕が行ける場所のようだった。つまり、どちらかに太郎がいる。はあ。よしよし。聞き分けのいい子で助かったよ。どうも。じゃあ、餌を台車に乗っけてくれるかな。声は再び聞こえてくる。僕は恐る恐る周囲の体に近づくと、血で濡れていない服の部分を持って、台車に引っ張り上げた。驚くほど重かった。僕は周囲の体を引っ張り上げたのと同時に、ドアが自動的に音を立ててしまった。あっけに取られたみんなの顔と、ドアの縁について鋭い金属がキラリと光るのが見える。
どうやら周囲の首はその金属で切断されたようだった。わお、殺人事件だぜ。うん、いいね。次は頭も乗っけようか。太郎は脳みその部分が大好きでね。吐きそうになるのを必死に耐えた。なるべく下を見ないように周囲の頭に近づくと。間違えたね。セーブしよう。流れでセーブしよう。はい、髪を掴んで持ち上げた。ツンと穴を作る嫌な匂いがした。泣きそうになった。いや、もう泣いていたのかもしれない。涙か涙かわからないもので、僕の顔はぐちゃぐちゃになった。気合い入れるようにハンカチで顔をぐちゃぐちゃに拭いた。首を台車に乗せると、僕は声に向かって問いかけた。乗せたよ。それでどこへ行けばいいの？六の三だ。今ちょうど鍵を開けたから行ってごらん。えへへへ。ガラガラと大きな音を立てて台車をしていく。怖いよ。台車からこぼれ落ちる血が廊下に出るのが続いた。薄暗い廊下でも血の色ははっきりと分かった。すぐ横だから時間はかからない。台車はすぐに目的の6の3の教室の前に着いた。ドアはピタリと閉まっていたけど、そこから漏れてくる匂いは血の匂いどころの話じゃなかった。鼻が腐れ落ちてしまうんじゃないかという匂いに、僕の顔は自然と歪んだ。口から息を吸うようにしてゆっくりとドアを開ける。この先に太郎がいる。とても恐ろしいという思いはあったけれど、あのテレビ画面を見て少し安心もしていた。太郎は檻の中にいるのだ。僕は襲われることはない。そう、僕は油断していたんだ。僕と台車が6の3教室に入ると、やっぱり扉が自動的に閉まった。まるで閉じ込められたみたいで不安になったけど、それでもまだ僕は安心していた。まだ襲われない。と。でも薄暗い教室で檻の方を見たとき、安心は恐怖へとすり替わった。あらー、太郎がいないのねー。どうして？驚いた僕は面白がるように、スピーカーから声が聞こえる。ああ、ちょっと脱走してしまったみたいだね。ごめんごめん。さて、檻の中まで誘導してあげてくれるかな？意地悪な声が、これはわざとなた伝えてくる。声の人物が、わざと太郎を脱走させたのだと。おそらく僕に恐怖を与える。ただそれだけのために。まずは自分が生きることを考えなさい。先生の言葉が浮かぶ。うん、トロどこにおんの？僕は壁にピタリと体を張り付けると周囲を見渡した。狭い教室、隠れられる場所はそれほど多くないはずだ。でも焦った僕の目には太郎が見つからない。代わりに、檻の中にはとても大きなボールみたいな容器があるのを見つけた。中に骨が入っているところを見ると、あれが餌箱だ。あそこに餌を入れることができれば、もしかしたら、僕は太郎がきちんと飼育されていることに望みをかけて、代償をしてダッシュで降りへ向かった。そして、餌箱の前で急停車する。止まった勢いで、乗っていた周囲の体と頭が餌箱の中に転がり落ちた。と、間を置いて僕の背後に気配がした。ひっ。声が引きつる。ハサミで鼻から思い切り空気を吸い込んでしまって咳き込む。想像できない。この世のものとは思えないほどひどい匂いだ。もうダメだ。死ぬのを確保して僕は目をつぶっていた。けれど、いつまで経っても僕は座れず、代わりにぐしぐしという気味の悪い音が聞こえてくる。僕は思い切って目を開けた。おめでとう。きちんと太郎を檻に戻すなようで何よりだよ。声が聞こえたけど、僕の意識はそっちにはなかった。ただひたすら前を見ていた。そこには、想像以上の地獄があった。久しぶりの食事だけら、夢中になっちゃってるみたいだね。スピーカーの声も少し驚いている。わはぁ、ぐしゅっという音とともに周囲の腕がなくなる。ぐしゅという音とともに周囲の顔半分が、太郎の口の中に吸い込まれていく。ぐしゅぐしゅ、ぐしゃぐしゅ、ぐしゃぐしゅ。どのくらいその音が続いていたのだろうか。気がつくと目の前の餌箱は残り骨だけで、周囲の姿はすっかり消えてしまっていた。そして周囲の血にまみれた顔をこちらに向け、太郎がニヤーと笑った気がした。正確にはよくわからない。だって、次の瞬間に僕は死ぬ物狂いで教室から逃げ出していたから。早く誰かに会いたかった。早く誰かと触れ合って生きていることを実感したかった。ゾンビではない人間と、
僕はろくのに教室になだれ込んだ。ああ、そのまま逃げりゃ。みんな。けれど様子がおかしかった。さっきの恐怖の顔どころじゃない。まさにみんなの顔は魂が抜かれたようになっていた。原因はすぐに分かった。テレビだ。テレビで僕が太郎に餌をやるところがしっかりと映し出されていたんだ。つまり周囲の胸がなくなっていたところも、顔半分が太郎の口の中に吸い込まれていくところも、見たことのすべてを僕とみんなは共有していた。いやいや、実に見応えのある食事だったね。再びスピーカーから声が聞こえた。そして続けて声はとんでもないことを言い出した。実はね、太郎は結構大食いなんだよ。とても今の餌じゃ足りない。嫌な予感がした。僕は死ぬことを同じくらい怖いことなんて、この世にないと思っていた。でも実際は違う。世の中は僕が思っているよりずっと複雑で、恐ろしい出来事がたくさんある。さあ、飼育員のレオ君に、次の餌を選んでもらおうか。そんなことできないよ。僕は叫んでいた。今まで生きてきた中で一番大きな声が出た。友達って言うほど仲がいいわけじゃない。でも生きている人間も、クラスメイトも、太郎の餌になんかできなかった。当然だ。でも、そんな僕にスピーカーの中の悪魔はささやきかける。ああ、そう。じゃあ、君が餌になるかい？わお。選ぶことがこれほど怖いなんて思ってもいなかった。ただ死んでしまうより、ずっと恐ろしかった。選べて言うのかい？君は、選べて言うのかい？怯えるみんなの顔をじっと見つめた後、僕は生き残ることを選んだ。まずは自分が生き残ることを。大好きな先生の言う通りに僕は選択した。そして、代わりに餌に選んだのは、生殺用のつなぎも人に握らせるな。お前も言ったぞ。誰にしよう。全員食わせりゃええやん。全員食わせようぜ。わかったろ。これは最も残酷な。あ、生物の忘れた。まあ、いいや。僕は工場を選んだ。どこからか僕たちを見ている人物にわかるようにゆっくりと工場を指さした。大工院の工場はその腕力で多分誰よりも太郎を殴っていた。だから太郎に食べられるのだって仕方がない。僕は必死にそう思うことにした。選ばれた工事の顔は弱み、他の二人の顔は安心した表情が浮かんだ。なんだって俺を選ばれたよ、バカ野郎。工事が僕に向かって怒鳴る。俺は太郎をいじめてなんかいないよ。ちょっとプレレスやったり、買い物してもらったりして、だけだって。レオだって見てたらわかるだろう。見てないわかんないっすね。あ、もうちょっと見たらいじめを止めなくちゃいけないからさ、ちょっと見てないっすよね。僕はコウジが太郎を殴っているという話を他のクラスメイトから聞いてただけだ。黙ったまま僕はコウジ、僕をコウジが睨みつける。ほら取り消せよ。他の二人を選べばいいんだろ。あ、そういうことできんの？ユウは樹脂店員に太郎のことをゾンビだって言いふらしていたし、ショウゴは太郎のことを腐っているって言って、ああ、ひどい新聞作ったじゃないか。他の二人が自分のことに対して言い返そうとしていたところに、スピーカーの声が割って入った。まあまあ、そう怒らずに、決まってしまったことはもう仕方がないよね。そうなんですよね。ちょっと決まっちゃったね。あ、お話しす。そして低い声がつぶやいた。コウジ君。美味しい餌になってね。と、同時に僕につかみかってきた講師の頭に矢が生えた。例えでも何でもない。まるで冗談のように、講師の頭には先の尖った鋭い棒のようなものが突き刺さっていた。それは、額から後頭部にかけて貫通していて、講師は一瞬で死んだのだろうと想像できた。その大きな体がゆっくりと僕にもたれかかってくる。反射的に僕は横に避けてしまい、僕の体は鈍い音を立てて教室の床にぶつかってしまった。お題だ。ああ、今度は形が残ってるし、太郎もきっと気に入ると思うよ。教室に消してしまうような、明るく無邪気な声がスピーカーから聞こえてくる。
よく目を凝らしてみると、そのスピーカーの横に何かの発射口のような筒が見えた。おそらく工場を殺した矢はそこから発射されたんだ。わあ、ハイテク。筒は動いていない。つまり工場は怒り、僕につかみかかり、自ら矢の射程圏内に入ったことになる。もしかしたら、それもまたスピーカーの主の計算通りだったのかもしれない。そこから周囲のことをとまた同じ作業を繰り返し、僕は飼育員として餌を太郎のところまで運んでいった。工場の体は重たく、台車の方向転換が難しかった。でも必死に台車をコントロールしていると、自分が運んでいるもののことを考えなくて済む。僕は毎日の宿題のように、淡々と餌を6の3教室まで運んだ。6の2教室に戻ると、ユイとショウゴは僕のところに走ってきた。ねえ、次は私じゃないでしょ。私じゃないよね。こいつ初めてじゃん、みんな。僕のことを選ぶはずないよね。あ、君なら。こいつ毎回出るかな。ユイが身を乗り出す。あ、私、ラウクのことずっと好きだったんだから。あ、忘れ。ね、暗まったら付き合おうよ。お願い。ショウコも珍しくユイをしのけて、自分を助けたらどんなに得になるか喋った。あ、僕を助けたら、僕のホームページの新聞でヒーローにしてあげる。世界中の人が見るよ。人気者だよ。すげえ。二人とも工事みたいに力づくと相手をどうにかできるわけじゃない。だから、必死に自分のいいところをアピールしていた。ファー、見にくいぜ。おー、モテモテだね。レオ君。こんなにモテる飼育員は、レオ君が世界で初めてじゃないのかな。スピーカーから笑いを噛み殺した声が聞こえる。こいつは知っている。いくら二人が僕に良くしたって、どちらも死ぬ運命にあるっていうことを。全員死ぬ気がするわ。主人公を含めて。こいつは誰も生きては返さないはずだ。だってそれは復讐だから。そうしないと復讐が終わらないから。そして僕は考える。復讐が終わった時、こいつは僕を生かしておくだろうか。いろいろなことを知ってしまった僕を、さらに考える。昼夜は待っているのはダメだと言っていたけれど、僕は何もしなかったらどうなるのだろう。そして、他の二人も何もしなかったら。今までのものはすべてこちらが動いたことに反応していた。もしかしたら、全く動かなかったら罠が発動しない。そんな風には考えられないだろうか。どうかね。そうしたら、あのスピーカーの主自らがやってくる可能性があるかもしれない。犯人が目の前に姿を現す。それは僕たちにとって、逆転の大きなチャンスだった。甘いだろうか。でもやってみなくちゃ、わからない。このままではみんな死ぬんだから。うん。二人ともよく聞いて。そこは絶対動かないで。そうしてくれたら、僕は選ばない。僕は絶対に二人のどちらも選ばないから。ユイとショウゴの二人は顔を見合わせ、恐る恐るその場に座った。僕も二人の様子を確認してから座る。そしてスピーカーに向かっていった。うん。さっき言った通り僕は選ばない。ふふんとスピーカーの向こうでバカにした声が聞こえる。何を今さら。だから言ってるじゃないか。それなら、君が餌になるか言って。やってみたら？もしできるんなら。僕の声は震えていたかもしれない。でもできる限り力強くそう答えた。僕を餌にするなら、誰が僕を選ぶの？あなたが直接来るとでも？これは賭けだった。犯人は複数じゃないという賭け。複数だとしたら、僕は一足先に餌になるだけだ。これはまた大きな賭けに出たね、レオ君。完全にこちらの考えは割れている。でもそれがどうしたというんだ。僕の大好きな先生が言っていた。潔く諦めるより少しでも可能性があるならみっともなくても諦めない方がかっこいいって。うん、私が単独犯だと考えたとこまではいいね。いい線いってるよ。でも私がそこに行かないと思ったら、それは間違いだ。いいぞ、乗ってくれた。
僕の考えはバレているようで、犯人は少し勘違いしている。僕は彼に来てほしいんだ。少し待ってなさい。言葉とともにスピーカーの音声がプスリと途絶える。放送室はこの教室の上4階にある。防火扉が閉まっているし、急いできても1分ぐらいはかかるだろう。それに僕は想像していた。直接来るのならば武器が必要だ。罠じゃなくて、その手で僕たちを殺すための武器が。だからそれを準備するためにもわずかな時間がかかるはず。僕はここでもう一つ大きな鍵に出た。ここの様子を監視している機械は放送室にあるんじゃないか。だったら移動中僕らの会話は聞こえていないかもしれない。かもかもだらけだけど、もう迷ってなくいられない。僕は二人を呼び寄せた。うん、勝ったるね。どうするんだ。ユウが不安げな顔で僕を見る。きっと銃とか持ってくるに違いないよ。あ、ショーゴだった。ショーゴの顔を集めている。僕はショーゴに同意見だった。できるだけ苦しませて復讐をするなら、周囲や工場を殺した罠は効果的だ。でももっと楽にやるのなら銃なんかが一番いい。でもそれが狙い目だ。圧倒的な武器を持っているから自分にはまず負けはないと油断している。それに負けでも助かる方法さえおそらく持っている。だからこうしてこうやってよ。僕は自分の考えた作戦を二人に伝えた。これ誰？なんちゃらよ。そしたらレオ君死んでんじゃねえ。違った。違う方だった。そうよ、レオ君のキツさんの危険な目に。言葉ではそう言いながら、内心二人ともほっとした目をしているのが見て取れた。そんなもんだよね、クラスメイトなんて。ああ、人間なんて汚い生き物さ。そしてそんなクラスメイトたちを助けようなんて思っている僕はきっとバカなんだろう。うん、主人公だな。僕は工事の頭を貫いて矢の先端を握りしめた。さっき工事を運ぶ時に折れてしまったのは小さな幸運だった。矢は折れた部分が手に刺さって痛かったけど我慢した。それにこれからもっと痛い目に遭うんだから。二人を教室の真ん中に座らせて、僕は教壇の鍵に隠れた。息を呑む音に混じってシャッターが開き閉まる音、そしてコツコツという足音が聞こえた。そしてついに足音はドアの前で止まった。いやいや、まさかこんなことになるとはね。ドア越しに聞こえる声はスピーカーから、聞こえたものと同じ。とりあえず単独反説は正解みたいだ。ガラリとドアが開く。中肉中背で何の特徴もない男がそこにいた。顔を仮面で隠しているものだから余計に特徴をつかめない。先生ちゃうんすか？ただ、手には想像通り銃を持っていた。おやおや、レオ君はどこに行ったのかな？あれだけ弾価を切っておいて、一人逃げ出すなんて情けない限り。そこで、ショーゴとユイの二人がロッカーの方を指さす。音が信じるはずもないだけれど、少しでも視線が動いてくれれば大丈夫。大丈夫だ、きっと。僕は男の視線を見逃さなかった。フットロッカーに向いた瞬間に、教団の下から男に飛びかかった。いや、分かってたんだけどね。一応引っかかったふりをしてみたのさ。あ、これ、あっかーん。あっかーん。言いながら振り向いた男の動きは自然だった。自然に銃を構え、何でもないかのように僕を撃ち抜いた。同時にお腹がカッと熱くなる。はい、終わり。じゃない。ん？なんだい？終わりじゃない。これも計画通りだ。お腹の痛みで僕は転げ回っているのと思ったのか、男は全くの無防備だった。その首に向かって僕は矢を突き立てた。かっこいい。胸熱いよね。これで僕の仕事は終わりだ。あとは二人がうまくやってくれれば。薄れゆく意識の中で必死にポケットから粉末ナイフ袋を取り出して飲み込もうとする男、そしてそれを奪い取ろうとするショーゴとユイの姿が見えた。成功するだろうか、失敗するだろうか。ただどちらにしても分かっているのは、僕は一度人生を終えなきゃならない、そのことだけだった。レオ君、レオ君。女子の声で聞き覚えがある。目覚ましてくれよ。
半泣きのナジの声。これも気を覚えがある。あら、生きてる。僕はひんやりとした体を起こして彼らを見た。もう撃たれたお腹は痛まない。いや、それだけじゃない。寒さも暑さも何も感じない。意識がはっきりしてきた。僕がここにいるってことは、つまり成功したんだ。僕は、ゾンビになった。音が床に倒れていた。よっぽど焦っていたのか、二人の小学生にあえなく薬を奪われてしまったらしい。そう、タラをゾンビにしたのと同じ薬を。これが最後の賭けだった。男は油断していても、最終手段を持っていると僕は考えた。きっと自分が大きなダメージを受けた時のために準備している。そして、それを常に持ち歩いているはずだ、と。男の画面を撮ってみた。どこかで見た顔だと思ったら、タラに似ていた。ああ、タラのパッパ？なんてことはない。父親が息子の復讐をした。それだけのこと。ただその手段が少しだけ変わっていただけなんだ。ゾンビになってからだろうか、男の計画も貧弱に思えたし、隣にいるはずの太郎にも恐怖を全く感じなかった。この程度の変わりようで済んだのは幸運だった。僕は、太郎みたいに獣のようになることも少しは確保していたんだから、ほっと一息ついたら、何やらいい匂いがした。あら、これまずいんやない？あれ、何か食べ物を見つけてきたの？二人に問いかける。違うけど。ゆいが困って顔をする。多分、それじゃない。翔が悩みつつも男の死体を指さした。レオ君、ゾンビになったから、死体を食べたいって思ったんじゃ。翔が自分で言ったことを青ざめて顔をしている。私、ちょっと外に出る。今吐きそうな顔をしながら立ち上がった。翔吾も心なしか僕から離れている。あら、僕は本当にゾンビになってしまったんだ。それでも二人が僕を怖がったり文句を言ったりしないのは、僕だけが犠牲になったことにちょっと後ろめたさを感じているからだろう。死体を食べる。ゾンビになる前は恐ろしいと感じていたことなのに、今は何とも思わない。やっぱり僕はもう人間じゃないんだ。と、ゆいが立ち上がった瞬間、いい香りがふわりとまた漂った。続いて、翔吾が立ち上がった時にも同じ匂いがした。男の死体からは確かにいい匂いはしていたけれど、二人のそれはもう理性では太刀打ちできないレベルの匂いだった。そうか。僕は気づいた。太郎の父親は一つ間違いを犯していた。太郎のことを考えるなら、死体を持っていくべきじゃなかったんだ。生きた人間をそのまま、餌にするべきだった。ちょっと待って。僕は二つの餌に向かって声をかけた。後で太郎にも少し分けてやろうと考えながら。ああ、そうなると思ったよ。はい、いかがだったでしょうか。6年に組ゾンビ飼育員。まあでも、オチは想像できたけど、でも面白かったな。結構ね。これ、遠藤一だから、他の、人を選ぶのね、選択肢、ん？他の人の選択肢で、話が変わるんだろうけど、ちょっと他のね、選択肢はね、おのおのプレイしていただいて、見てみた方がいいんじゃないかな。はい。というわけで、終わりましょうかね。ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、やっぱいい意味で、ホラーしていたね。最高ものの、これはこれで面白かったと思います。じゃあ、ひょこりでした。いつも締め方がわからないんだよな。終わりがね。